台湾の皆さん、こんにちは。アニメーション映画、泣きたい私は猫をかぶるの監督をやっております、佐藤純一です。アニメ映画、泣きたい私は猫をかぶる監督の柴山智隆です。これは、この作品は、脚本は、ご存知の方もいると思いますが、岡田真理さんという方で、いつもだと高校生を主人公にした作品が結構多いんですが、今回は、中学生ということで、いつもよりもやはりもう少し未熟なと言いましょうか、例えば、固い決意だとか、どうしてもこうなりたいみたいなことが、まだ未熟な状態の心情を描いておりまして、そこがやっぱり一番魅力的だなと思いました。僕も自分の気持ちを言葉にして伝えるのが苦手なので、猫島で日の出が無限に向かって本当の気持ちを伝えられたときは嬉しかったですね。はい、そういう作品ですので、声優さんたちにもそのキャラクターの説明をするときに、あまりはっきりと大きなその感情を出さないようにというお願いをしてます。一緒にまず最初に収録する前にこのキャラクターはどんなキャラクターなのか、それから収録をするようにいたしました。花江さんと志田さんに関しては一緒に撮ることが多かったんですけれども、お互いにキャラクターを理解し合って積み重ねていって、映画を作ることができました。ムゲが猫の世界にというか居酒屋に行くんですけど、ここの居酒屋の猫たちは実は元人間で、猫になってるんですけど、やはり人間だった時のことをいろいろ語るんですよね。それぞれがやはりなんか無理をして、自分の在り方を変えたんだけど、やはり元の方がいいななんて思うシーンなんですが、それがムゲに与える、影響が、結構大きくて、描写していてもキャラクターが本心を語ってる、自分の本音を一番語ってるっていう気がして、好きなシーンではあります。ムゲがいなくなってから偽物のムゲが出てくるまでの間に、周りの人たちがムゲのことについて考えるシーンがあるんですけど、そこが一番好きなシーンかもしれません。猫島の世界っていうのさ、猫たちが人間の世界に見て、面白そうだったなとか、なんかやってみたいなっていうことを真似して、出来上がってる世界という設定なんですね。ただ猫なので、結構雑だったり面倒くさいことはしたがらないんですけ ですけれどね。だからその例えば家とか道の作りも雑だったりするんですが、せっかく猫の世界に行ったんだったら、その猫がたちとアニメーションを作ったらどうなるかなというのをやってみたいですね。面倒くさいことは嫌いなので、どれぐらいの猫が協力してくれるか分かりませんが、せっかくなのでそんなことができたら、面白いなと思います。猫島は面白そうなので、まず最初にぐるっと一周散歩したら、あとは寝て起きてまた寝てを毎日繰り返すだけで楽しそうです。やっぱり猫ですね。猫飼ってる方は皆さん思うと思うんですけれども、その、日向窓辺で、ずっと寝ている姿を見て、ああ、猫になれたらいいのになとか思うことあると思うんですけれども、やはりですね、特に仕事が忙しかったりとか、すると、ぼんやりと猫を眺めて、猫になれたらいいなと思うことは、よくあります。猫以外だと象がいいですかね。僕は気が小さいので、体が大きいと堂々とできるような気がします。アニメ映画泣きたい私は猫をかぶるはNetflixで、配信中ですので、ぜひご覧ください。